はい、昔からねこの世の中に詐欺が尽きた試しはないんで、私としては防御力をつけるしかないのかなと思いますけども、なかなかそうも言ってられないのが世の中です。まあ、今回ねジャパンライフという会社がもう本当にね巨額な詐欺といいますかね、非常にもう歴史に残るような詐欺事件を起こしたわけなんですけども、さあそれは何で起きたんでしょうか。なんで昔からね、例えばトヨタ事件ですか、ペーパー商法のね、トヨタ自動車じゃないですよ、まあカメラの前で殺人事件があったというね、有名なトヨタ事件、トヨタ商事事件ですか、に引き続いて炎天っていうのもありましたよね。巨額詐欺ですね、あれもね。こういったものがあって極めつけ今回はジャパンライフです。なんかやっぱりねすごく旗目にはイメージがいいんですよね。近未来通信っていうのもありましたよね。PHS とか携帯電話かなんか分かりませんけども、通信の代理店になることで配当を受けるみたいなことで出資をたくさん集めてドローンしたという、あれもねテレビ CM バンバン流したりとか、芸能人を広告塔に使って、信用をね得て、その後で堂々と作業をやってのけたということになります。それから時代にもついていってましたね、近未来通信という。これから携帯電話が多くの家庭につくんではないかなと、一人が一台の電話を持つんじゃないかなってところで、その中継基地として近未来通信というのが食い込んできたわけですけども、私もね新聞広告を見た覚えがあるんですよ。なんか応募しようかなと思ったんですけど、私お金がなかったんでね、やりませんでしたけどもね。お金がないから被害に遭わないというね、なんとも皮肉な話でございます。さあそれではね、本当に私たちは繰り返し繰り返し騙されてしまう、これはね自分の防御力のなさなのか、それとも詐欺師が上手だったのか、いやいや深刻な問題が他にもあるんですよ。じゃあちょっと記事の方を読んでみましょうか。で、私がねずっと思ってるのは、なんで皆さんがね、多くの方がなけなしのお金をね70代80代になってスポッとね何千万とか何百万とか、時にはね1億とかね取られてしまうんだろう、なんでそんなに判断力がないのかなと思ったんですけども、判断力がないんですよ。じゃあちょっとね画像を切り替えていきましょう。これはね仕方がない方に対しての、本当に卑怯な攻撃だと言ってもいいと思います。はい、解約の経緯、口外しないなら返金、ジャパンライフというタイトルで書かれてますよね。で、私がね注目してるのはね、4行目5行目あたりなんですけども、まあとりあえず最初の塊読みますよ。ジャパンライフ破産手続き中による詐欺事件で、同社が顧客に返金する際、解約の、経緯や返金について口外しないとの条件付きで応じていたことが関係者の取材で分かった。警視庁は元会長の山口隆義容疑者78歳、78歳になってこんなことしてるんですね、だが判断能力が衰えた高齢者への強引な勧誘などを隠すために口止めしたと見ているということでございます。ということなんですよ。要するにね、年を取ってくると判断能力が低下したり、思わずイエスと答えてしまったりね、言われるまんまにサインしてしまうってことが起きるんですよ。で、目の前の人が自分を騙そうとしてるのかもしれないけども、まあでもいい人そうだからっていうので契約に応じてしまったりね。で、一度契約に応じてしまうと、そこ同じところをねつつかれて、一度ならず二度までもっていう形でね、二度あることは三度ある感じで何回もね追契約してしまうんですよ。そういうところをやっぱりね、心理っていうのをしっかりとね捉えてピンポイントで営業をかけたんでしょうね。確かにね30代ぐらいの方に通用しない方法かもしれません。40代の方とかね。でもやっぱりねもうね60代70代と今まで本当にね、いろんな時代をくぐり抜けてきて大怪我もなく、やってきたと思うんですよ。その怪我をしてなかったところで、こういったね甘い誘いが来るのをなかなか疑えないってところもありますし、やっぱ冒頭でも書かれてましたけどね、やっぱ年を取った判断能力を衰えてくるんですよ。言われるまんまにサインしてみたとかね、とりあえずここ記入お願いしますって言うと、あそうだねっていうことでとりあえず応じる構えっていうのができちゃうんですよ。だからそういうね老人心理に高齢者心理につけ込んでの今回のジャパンライフの犯罪だったのかなと、悪質性がより高いと思うんですよ。そしてもう一つはね、安倍総理もしくは加藤厚生労働大臣当時のね、この名前を出して顔写真を出して招待状のコピーを出してガンガン勧誘していたと、これはね多くの方がね信用してしまいますよね。結局断る言葉がなくなっちゃうんですよ。でもちょっと心配だから本当に大丈夫なのっていうところで、いや
安倍総理も太鼓判をしてるんですから、加藤大臣も太鼓判をしてます、日本政府が応援してる会社ですよって言われたら、まあ、そうかと、まあうまい話はないとは思うけども、国を完全に信用してるわけでもないけど、まあ断る言葉がなくなっちゃったから、とりあえずまあ一口二口みたいな感じで始まっちゃうんでしょうね。だからね、やっぱりね、桜を見る会でもないんですけども、国の要職についている方はこういったこともね、連座制の適用っていうのかもしれませんけども、自分の責任だと思ってね、きちんとまあなんとなく通り過ぎるんじゃなくて、なんか弁償なりね、なんかできないかなと、温かい対策打ってほしいですね。やっぱりね、一生かけてずっとね作ってきた自分の資産とか財産、相続しようと思っていたお金がこういった詐欺で失われてしまうっていうのは、本当にね、今までの生きる意味を失ってしまうぐらいの大事件なわけですよ。でプラスね、やっぱそのことについて親戚縁者にもうねバカにされてしまったりとかね、蔑まれてしまったりとか、本当に死にたくなるような気持ちになるんですよね。絶望するわけですよ。でそういった心理にもこうね寄り添ってくれるような、そんな菅政権であってほしいなと思います。まあ本当にね、こういう事件ってなくなりませんから、私は普段ね防御力をつけましょうって言ってますけども、まあ、そもそもね、もう肉体や精神が衰えて貶めされて防御力がつけられない、筋トレができない方もいらっしゃいますんで、だから一定の配慮は必要なのかなと思いますよね。まあどうすればいいのか分かりませんけどね、どうすればいいんでしょうか。ジャパンライフ、こんなね2100億円も詐欺って悔しいですね。一人一人の血と汗と命をかけたお金が一部どっかの方のね豪遊に使われて、しかもそこにね安倍総理、加藤官房長官、この名前がドンと控えてるわけですから、いやー困ったもんですね。ちょっと暗い気持ちになりました。それでは。